三次元化する、まあ、皆様としてはひと手間加える、まあ、正直めんどくさいですでその面倒くさいをですねどうやってお仕事に転換しましょうかってところで一つ品質の向上ってところをお話ししたいなと思います。でここはですね多分皆様もああって思っていただけると思いますし先ほどからちょっと言葉出してますけど干渉っていう問題ですよね。 やっぱり二次元だけでは難しいとかですね。最終的には現場で組んでみて判断するとかですね。まあ私もそうだったんでそうなんですけども、まあ、事前に把握をするといったところがポイントかなと思います。で、ここは、まあ、そんな難しくないです。干渉解析っていうのがあって、ポイントがあんな風に赤くハイライトされます。あ、ここぶつかっちゃってる。じゃあ直さなければいけないんですけれども、その直し方も、このインベンターは今直接 キャドの面を触って、クリックカットドラッグでグイーッと押し出したり、ちょっと今角度変えてます。よくわかんないですね。でもご安心ください。3次元のデータなんで別に分割すればいいんですね。で、よりわかりやすく、ちゃんと駆動、まあ、動くなっていのが把握できてるんじゃないかなと思います。この辺も3次元ですね、うまく使うことのまあポイントかなと思いますし、あとは質量とか重量とか、 まあ表面積もわかりますんで、例えばこの何かちょっと大きなものでこうなんかペンキ塗るみたいな時にペンキの、まあ、塗料ですね、まあ、そいつの量なんかもちゃんと判断ができたりとか重心位置がわかれば、まあ、いろんなメリットありますけども上からつるなんていう時にですね例えばアイボルトの位置なんかをちゃんと判断がつけられるっていうのもポイントですね。まあ、こういうのを今まで手計算とか過去の経験や勘でエイヤーでやってた。 皆さんちゃんとやってるかもしれないですけど私は適当に AIA、ER、でやってましたけれどもそういった AIA、ER、とか過去の経験プラスですよねちょっとこういった欲しいところだけ再現化してあとはポイントをですねうまく計測してあげてこの情報を使うとか干渉位置を事前に判断して壊れない壊れないぶつからないような形状にし,してあげるとかですねそんなようなところもポイントかなと思いますし何も機械 設備装置だけの話ではなくて先ほどご覧いただいたエレクトリカルのですね情報配線の情報ですねパーツとパーツの中でですねちょっとハーネスといった情報をですねこんな形でまあちょっと本当に簡単なリンクですけどもをですね2次元の配線図の情報を3次元の空間に持ってきてあげてですねまあ普通例えば まあこんなポットの底は皆さんそんな開けないと思いますけれども、まあ、何か見ると多分配線のまんま入ってるってことはないと思うんですね何かしらのこうチューブの中にですねうまくこうまとまった形でケーブルの中に配置されてんじゃないかなと思いますでそういったケーブルの長さの最適化なんかを行いながらですね例えばこのんですかねオレンジの配線はこっち側例えば右側から行きましょうとかです そのチューブだと思っていただければなと思います。あなたはこっちが右側のルート行きなさいよとかですね。あなたは左側のルート行きなさいよっていうのを自動的に、一番上に自動ルートってありますけれども、自動ルートっていうのを使ってあげて、うまく配置してあげる。なんていうことも実はできます。エレメカ連携っていうやつですね。このチューブの中に入れますみたいな感じでですね。で、これで何が面白いかというと、 まあこれもさっきの配線とかですね、まあ、購買の方が買わなければいけないチューブの長さ、必要な分量っていうのがちゃんと把握できます。まあ、これも私の開、まあ、いた工場、違う工場ではです、ね、こういうのをや,、ま、やってましたけども、まあ、要は資材、倉庫に山になってますよね。買ったはいいけど、捨てる、なんですかね、勝手に捨てるわけにはいかないですからね。なので、切れっぱしとかが山のようになってるわけですよね。でその山の山ような 在庫を少しででも減らすすためにですねやっぱ最適化した長さのものを必要な分だけ購入するとかですね、まあ、そんなような使い方もうまくできるのかなと思います。